さあ続いて子供たちの最高ですね。最高の笑顔でございます。彼が大好きです、はい、新型コロナの影響でですね、学校の体験学習が今年は中止になる中、はい、福岡県の職員が小学校へ出向きカレー作りをサポートしたんです。世界一美味しいカレー、これ何やら中庭で聞こえるシュッシュッという音、その正体は火つけてる。どうすればいいですか。そう、火起こし体験なんです。挑戦しているのは田川郡にある川崎東小学校の5年生31人です。うまくいく子もいれば、中にはなんでそんなつくん失敗から学ぶのも体験学習ならではですよね。この活動はなかなか学校の外に出られなくなった子どもたちのために、県の職員が学校に出向いて体験学習の場を提供する、福岡体験活動出前隊と呼ばれる取り組みです。頑張ってますよ。今回は火起こしから始めるカレー作りが選ばれました。さあ中では人参や玉ねぎなどの具材を切って、そして外では薪を集めて調理の準備です。運んできたご飯をかまどに置いたら火が消えないよう大切に育てていきます。具材の入った鍋も到着し、ルーを入れたらもう一踏ん張り。あ、めっちゃいいですね。出来上がり、いざ実食です。めちゃくちゃうまいです。楽しい味みたいな。楽しかったし、絆も深まった気がします。楽しいだな。家で作るより100倍美味しかった。